今のルカルメル、ウリベビルバオは、エルサルバドルサンサルバドル出身、スペイン国籍の脚本家、映画監督である、バスク人。社会派作品を得意としており、バスク地方のバスク祖国と自由によるテロ問題をテーマとすることが多い。両親は、バスク地方のギプスコア県出身であり、今のルウリベは1950年に、エルサルバドルの首都サンサルバドルで生まれた。 その後スペインに移住し、マドリードの国立映画学校で学位を取得すると、1979年のブルゴス裁判が初監督作品となった。この映画は、1970年にバスク祖国と自由の政治活動家6人が死刑判決を受けたブルゴス裁判の過程を映像化したものである。1981年のセゴビアの投稿は ETA の活動家が、 セゴビア刑務所を脱獄する物語。1983年のミケルの死は ETA の活動家の不可解な死に関する物語であり、ブルゴス裁判と合わせてバスク三部作と呼ばれている。1991年のエルレイポスマードは女性に疎かったフェリペ4世の女性問題をテーマとしたコメディ映画である。賞で14部門にノミネートされ、8部門で受賞したが、 作品賞や監督賞は逃した。1994年の時間切れの愛では、不安マドリードの原作小説をもとに、警察署にテロ攻撃を企てる ETA の活動家のドラマを描き、映画祭以外では初めて日本で劇場公開された作品となった。19部門にノミネートされた小野賞では、作品賞、監督賞、 100本賞を含む8部門を受賞した。サンセバスティアン国際映画祭では作品賞を受賞し、スペイン国外では知名度が高くなかった頃のハビエル・バルデムが男優賞を受賞した。1996年のブワナはスペインにおける移民排斥運動や人種差別をテーマとし、再びサンセバスティアン国際映画祭で作品賞を受賞した。2003年には アンヘル・ガルシア・ロルダンの小説、英ボカデノーチェを原作として、スペイン内戦を舞台とした、キャロルの初恋を取り、主演に据えた12歳のクララ・ラゴが、五夜賞新人女優賞にノミネートされた。最初の結婚相手との間に、娘が一人いる。1982年に、スペイン人女優のマリア・バランコと結婚した。1991年の、エルレイ・ポスマード。 1996年のブアナ2003年のキャロルの恋とウリベが監督した3作品にブランコが出演している。1993年に第一子を設けたが2004年に離婚した。ありがとうございます。